ラテ粉、ラテの粉みたいなのシリーズのその桜バージョンみたいなのがあって、それがすごい大好きになったんですよ。で、それがもうちょっとでなくなりそうで、でももう一袋ストックがあって、なのでそれがまだあるのでまだ大丈夫なんですけど、でもなくて、でバンダイの無印行ったけどなくて、でイオンも行ったんです。イオンのにも無印が入ってるので行ったけどなくてピエン悲しい、なかったの。そうなかったの。そうなかったんです、悲しい。バスに乗ってイオンまで行ってなかったでも他の桜のシリーズ、桜の味のお菓子はあるんですよなのになくて、もうほんと、もうほんとこんな感じ。一人で、まあ誰にも聞こえない、そんなでっかい声では言わないけど、ほんともうマスクの下ではめっちゃ口への字になってたピエン、え、嘘でしょ、嘘でしょってずっと小声で言ってた悲しく、悲しく悲しすぎた。もう本当に悲しかったです。だからあと一袋1年間かけて大事に大事にえ、本当に悲しい。なんかローソンとかにもさ売ってるんだよね。そのローソンにさ、その無印の品物も売ってるんだけど、でもそれにはこうなんかちょっとイレギュラーなものは普通になんていうの売ってなくて、そう定番化されてる商品しか売ってないはずなんですよ。だから新潟って、無印ってさ、バンダイとイオン以外新潟市内は多分ないよね。新潟市市外にあるの？あ、無印はあるけどさ、あれじゃない、上越のさ大型の無印に行ったらあるかな。あのすごい世界最大級レベルの、ちょっと待って、世界最大級は言い過ぎてる、え、でもめっちゃでかい無印が数 1,2 年前に確か上越の方にできたんですよ。私行ったことなくって、そこならあるかな。でもさ、もう普通にさ、なんていうの、もう製造はしてないかもしれないよね。もう製造はしてなくて、あとはもう店頭にあるのみってことかな、その桜シリーズは。でもしかしたらその桜ラテ、わかんない、 SNS とかで話題になったりしてたのかな、バズってた？嘘？私はそんなのは見たことないです。私が発見したと思ってるもんなんか人気商品とかだったらさ、確かにもうなくなっちゃってて製造も終わってるたらもう手に入らないのかも。つらい。でもまたこう季節限定のものが出たら、その季節その時その時のものを私は一番大好きになるタイプだから、まあいいのかもしれないけど。でもさ、春が桜ラテってわかるけどさ、夏ってあったかい飲み物ってさ、どうなんですかね。新しい商品出るんでしょうか。なあ、あいつは売ってた、あ、本当？でもなんかそれのためだけに行くのもな。でも行ってみたい、これを機会に。逆にね、その大きいネットだと在庫なしになってる。あ、そうなの？やっぱり人気だったのかな。
私でも結構無印のバズり商品とかチェックしたりするんですよ。やっぱ SNS でバズってるものって気になっちゃうじゃないですか。何がいいんだろうとかって買っちゃうんですよね。でもちょっとそこは把握できてなかったですね。マジか。でもラテ系をさ夏にさ新登場させるのかなって感じですよね。どうなんだろう。上越まで電車でどのくらいかかるんだろう。ちょっとでもなんか行ってみたくなっちゃったでもさ春ってさこれからじゃん。4月いっぱいまで売っててくれてもよくない？でもなんかこういうさなんかなんだろう商品とかさなんかもう雑誌とかもすごいさその早いよね本当に。お洋服とかもさ、まあ、2月3月からさ春服をさこうちょっとずつ新商品として出してさ、まあ、こうまあそうだけどその季節の準備みたいな感じでみんな買い揃える人が多いけどさ、でも食べ物ってさその準備とかないじゃん。その時に食べればいいじゃん。だからさ春の商品はさ4月いっぱいまでさこう販売しててくれてもいいと思うんだよね。特急で2時間めっちゃかかるじゃん。特急白雪で約2時間マジ。長岡駅にもあった。あ、そっか、長岡駅にも無印入ってるんだ。長岡まで、でも長岡までもなんかさ、私最近本当にケチなんだけど、交通費ってさなんでそんなに高いのなんでさ交通費ってそんなに高いの、どうして。昔からすっごい疑問なんだけどさ、めっちゃ高いじゃん交通費って。だってさなんかみんな移動したいから。いやなんかまあバスはさ交通費の中ではさ安い方じゃないですか。でもさ本当もうこことここの直線距離を徒歩15分くらいかかるくらいでまあ200何円とか180円くらいかかるんですけど、でもよく考えてみたらその学生時代たまにバスを乗って帰ったりして、すごい疲れた日にバスに乗って帰ったりしてたんだけど、なんかちょっと歩くくらいなのにそれを歩けば180円浮くけどバスに乗ったら180円かかるんですよ。で学生の金銭感覚だと180円って結構高くて、180円あったらコンビニのスイーツ買えるじゃないですか。そう、もうちょっと高かったかな、210円とか220円とかしたかな。でも高って思ってた。だからさタクシーなんてもっと高いじゃないですか。でまあ、電車はさ何だろう、なんか短い距離だったらさそんななんか高って思わないけど、まあなんかこうものによるじゃないですか。新潟から長岡って電車でどのくらい、1500円くらいかな。だってそれで高いって思っちゃうんだけど、それはどう、高いと思わない？だって1500円もあったらさいろんなもの買えるよ。だからさ高いと思うんだよね私1170円、あ、1170円ですか。ありがとうございます。もうちょっと安かったですね。
新潟でも往復でさ、そしたら2340円、そう東京新潟間もさ1万円かかるんですよ。で往復2万円だよ、新幹線で。高くない？交通費って。なんかさ、お仕事では東京に行ったことあるけど、私プライベートで東京には行ったことないかもです。ディズニーに、あ、夢の国に行くときに家族でその東京をまで行って、まあそこからみたいないうくらいだけど、プライベートで東京に行ったことないです、私人生の中で一度も。そんなこと忘れてたけど、なんかお仕事で東京に行くことも多いし、1ヶ月くらい舞台で東京に住んでたからあれだけど、でも本当ないですね。なんかグループに入ってからそもそも旅行したことがないですね。やっぱなんかスケジュールとかも結構取りづらくなっちゃう、取りづらい、あの旅行のスケジュールが取りづらくなっちゃうので、しかもなんかそんな前もってこのここが休みだとかわかんないから、なんか家族で旅行とかは行けなくてですね、であんまなかったけど、だからそのまあお仕事で行ってるから、こう別に自分のお金を払って東京に行ってるわけじゃないので、だからなんかでもよく考えてみて、よく考えなくてもあれだけど、いつも思ってるけどね、東京新潟間1万円するよ、東京行くだけで1万円なんですよね、本当に。本当にそうよ、行くだけで1万円かかるなんて高いわ。高い高い。新潟でだからさ、お買い物がさできたらさいいじゃんって、そういうことですよね。こう東京にあって新潟にはないお店、お洋服屋さんとか雑貨屋さんとか、まあ何でもコスメとかでもいろいろ、新潟にだからそのお店ができたらいいのにねって思うのって本当そういうことですよね。ちょっと何を言ってるのか。でもさ、ファンの皆さんもさ、県外に住まれてる方はさ、そういうさ交通費がさをかけてさね、来てくださって感激です。でも上越の無印行きたいな。その上越までのさ、あの特急で、特急白百合2時間というものはいくらかかるんでしょうか。白雪、特急白雪さんの2時間でいくらかかるの？高そう。特急って高いよね。だって特急って特急代がさ入るじゃん多分。だから自由席で4180円、高い。桜のラテ探しに行くのにそれは高い。しかも確実にあるとも限らない。ロケで行けないかな。悪い発想。高い。
スだと何時間かかるんですか、そしていくらかかるんですか。4280円。いや確かに、でもそんだけかかるんだったら私もこん人見知りの私でも本当そうだわ。無印のにちょっと電話するかも、店員さんに聞くかもしれないです。桜ラテそちらにございますでしょうか、これから本日向かおうか迷っているのですがと。だいたい4時間。あー4時間かネットでコンビニ受け取り可能だって。バスは1940円。さっきの聞いたらなんか安く感じるけど、うーん、じゃあ長岡までのバスは新潟長岡、新潟と長岡の電車は1170円でしたっけ。新潟から長岡のバスだったらもうちょっと、まあ、時間はかかるかもだけど安く行けるんじゃない。900円くらい。おお、1000円切った。1000円くらいだったらでも往復2000円だよね。それでもで桜ラテあるかどうかはわからないからね。私高速バス乗ったことないです。夜行バスとか乗ったことない。でもさ東京とかさプライベートで行くんだったら夜行バスがいいかも。だって高いもん新幹線。震える、新幹線の中でずっと震えてる。なんかもう新幹線に乗ってる時間、1万円割る新幹線に乗ってる時間しちゃうかも、分か秒かで1分経ったごとにチャリンチャリン。交通費って本当に高い、もう信じられないね。え高いよ、交通費は高いよ。てて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 、今になって分かることがある。困ったなぁ。新潟市内はもう無印ないですかね、バンダイかイオン以外は困ったなぁ。うーん、桜ラテネットで買える。え、さっきのなんかさっきね、さっきコメントで売り切れになってるっていうコメントいただいた。今も買える？ちょっと探そうなんでこんなに本気になってるんだろう。でもなんか欲しくなって、なんかピンクだし、
なんかお湯を粉最初ちょっとこうベージュみたいな白っぽいような粉なんですけど、粉をねこうティースプーン何杯とか入れてね、お湯を注いで、そしたらねピンクになるの、ピンクに色が変わるの、かわいい素敵、春が来た、春が来た、かわいいってなる。だからそう、ほんとこういうこういうこちらのような色です。私あのほんこなんかほんわか優しい桜の香りと優しい甘さの桜ラテになるんです。他にミルクとか入れなくてもすごい十分美味しい。私はバナナにかけて食べることが好き。誰かね真似してくれてたファンの方もいたのよ。そうだよね、多分もうお店に出てる分で終わりなんだよね。うわー悔しい。もうそんな人気だったのかな。はい、私バナナにかけます。あのバナナにかけると美味しいですよ。お皿にバナナを出して剥いてね、さささって粉を軽くかけてあげると桜のバナナになって美味しいです。おすすめ。超人気らしい。そうなの？やっぱ人気商品なの？私も昔桜の無印のグリーン桜グリーンティー買いそびれたことあるから気持ちよ。え、わかる？そうなんだ、嬉しいな、わかってくれる人もいて。なんか人気って聞くとさらにこう欲しいという気持ちに火がつきますね。うわ、っていうかあの時もう一袋買っとけばよかった、迷ったんだよね。お気に入りになったしもう二袋ストックしておこうかなって。そんな別にすごい先まで日も持つし全然なんかあってもいいよねって。いやでも一袋飲むのにそれなりに時間かかるし、新商品が出たら私またそれ買うんだろうし、じゃあ二袋もいらなくない、一袋でいいよねストックはって思って一袋にしたんですけど、あの時二袋でも三袋でも買っとけばよかった。悔しい悔しい。めっちゃ後悔してる。だってさ美味しいんだよ。しかもさ来年の春まで待てということでしょ。1年間待たないといけない。はあ。あ、今日ね人生で初めてサンマルクカフェに行ったんですよ。私初めてです、サンマルクカフェに入ったことがなくて。なんかあれはあのそのサイズがさショートかさスモールかさどっちか分かんなくて、 S あの R はさレギュラーって分かるじゃないですか。 S と S がそのショートなのかスモールなのかどっちですかどっちですかね。
スーパーかもね。行ってみたらどういう反応されるんだろうね。サイズはスーパーで。こんばんは、初見さん、こんばんは。どうだろう、S っていうのかな、 S でって。ショートじゃない。コメダコーヒー行ったことある。あ、この前行きました。あの、一人で行ったのは人生初めてで、コメダコーヒーもすごい過ごしやすかったです。でもなんか私、お会計先に済ませておきたい派だ、なんだなってことに今日気づいた。サムルクカフェはこうお会計済ませてお席でって感じじゃん。なんかでもなんだろう、コメダコーヒーはさ、なんていうの、喫茶店って感じのだからさ、最後にお会計なんだよね。そうそう、でもコメダも好きですね。この前行って好きだなって思いました。また行こうって思いました。高倉町コーヒー、あ、一人では行ったことないですね。友達とかママとかとは行ったことあるけど、私シロノワール食べたことないんです。この前に行った時はね、なんかいちごだったか桜だったかのシフォンケーキを食べました。シフォンケーキもめっちゃ美味しかった。シロノワールはちょっと食べてないんですよね。でも名物がシロノワールですよね。シロノワールですよね。いつか食べようと思ってます。いつか、いつかって言ってるとタイミングいつも失うんですけど、フフ。あ、そうだ、明日は NST さんのバズタイムズからのお知らせということで、さっきツイッターにもあるんですけど、あの明日のあの大好き新潟チャンネルさんの方で YouTube ライブをやることになって、12時30分からかな、はい、やろうということになってます。あの、お昼休みだったり休憩中のね方はなんか見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでですね、明日はその配信とあるのでまた見ていただけたらと思います。そして私も明日まあまあ早いので、そろそろ配信終わりにしたいと思います。それではですね、壇上の皆さんをお呼びしたいと思います。はい、13位 SS さん、12位イタイチローさん、11位まじめちゃんさん、10位イカッチさん、9位ゴーイチさん、8位トシヤさん、7位てっちゃんさん、6位文生さん、5位ひよぽんさん、4位あゆたろうさん、3位かんくろうさん、
2位ゆららさん、1位おしょうさんです。ありがとうございます。はい、ということでいい感じにいい感じに読めましたねどうだろうありがとうございます。ということで明日もみんなで力を合わせて生きていきましょうありがとうございました。またね、バイバーイ、おやすみなさーい。